俺には10個下の千鶴という幼なじみがいる。お互い兄弟のように仲良く育った。しかし千鶴は体が弱く、入退院を繰り返し、次第に顔を合わせなくなり、年頃になるにつれ交流もなくなった。だが今日、そんな千鶴と数年ぶりの再会。しかも一晩二人きりで。ハルニ、お帰りなさい。ああ、制服にエプロンって。急なお泊まりで迷惑だったかな。ああ、おばさんたちは急な出張で留守ならしょうがないって。一人じゃ心配だし。ありがとう。ちょっと待っててね。すぐできるから。しかし、あんなに小さかった千鶴が、時間経つの早いな。おお、ずいぶん気合いの入ったメニューだな。口に合うといいんだけど。いただきます。めっちゃうまいよ。このハンバーグとかチーズ入ってるし、なんで俺の好み知ってんのってくらい。ちゃんと覚えてるよ、ハルニーの好きな食べ物くらい。それに昔と何も変わってないんだもん。だよな、千鶴だって全然変わらないもんな。うん、会えなくてもハルニーはハルニーだし、私は私。ちょ、おい。ずっとこうしたかった。ハルニーと会えない日がずっと続いて、もう話すこともなくなっちゃって。だから今こうできることが夢みたいだよ。それは俺も。ねえハルニー。ん？あ、違う、これは。そんなこと言ったらお前だってでっかいの当たってんだろ。仕方ないじゃん。あ、大人になったハルニーとも仲良くしたい。昔と同じじゃなくてもいいから。おい、本気かよ。